皆さんどうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはとあるねキャラのね虹バッジを取りました。どの虹バッジか迷ったんですよ。ベイビーにしようかな、ヌボボにしようかな、スライムにしようかな、何にしようかなと迷ったんですけど、選ばれたのはこの子でした。はい、まあ環境的にはどうなのかわからないですけど、まあ強いキャラですね。マイマイ、はい、マイマイの虹バッジでやっていきましょう。お、引けましたね。いきますか。さあ、マイマイ虹バッジね、まあ性能としては申し分ないですね。まあ、金バッジの効果プラス1体増えるですね。はい、なので召喚数が6体になります。マイマイさん、こんだけねポンポン切りやすいマイマイ、1体でもねなかなかの働きをしてくれるマイマイさんがなんと1体ね召喚数が増えると、破格の性能かと思います。それで欲しいんでカマキリで削ろうかな。さあ、ここ打ちますか。ちょっと逮捕出るの遅いな。トレはするかな。うん、したらもうマイマイバラバラ置きますか。さあ、おっと、これ揃ってないからどうせ。うん、揃ってない、揃ってないからって言って捨てるように来てきやがった。かわいそうなおじさんす。即死するぞそのおじさん。そしてスキルを打たない。はい、さあゾンビ化する。ここサタン行くかな。止めるキャラがいないのでサタンで行きましょう。はい、取った。で、ブラがね、はい、さあブラがもなんだこれ、お相手の大型全部育ってなくね。何事一体、大型固定してないのか。全部育ってないんだけど、何かある。なんか虹マイマイをお披露目する以前の問題だったね。相手から出てきた大型が一体も育ってないってことは、何、育ってない大型を固定したのか、それとも大型固定しないで育ってないのに2体になるか、ちょっと分かんないですけどね。干渉ですね、これ。ちょっとしょうがないですね。これはもうどうしようもないと思います相手。はい、それではね2戦目やっていきますか。まあ、ちょっとね1戦目はね、まあ流しと言いますか、まあ、こればっかりはもうしょうがないと思います。もうなんかマイマイがどうとかじゃなかったっすね。お相手多かった、いないみたいなもんだから、いないどころじゃないで、いない方がまだマシだよね。だっていなかったら中型引いてるわけだから、いない方がまだマシなレベル、育ってない大型の2枚っていうのは。もしかしたらお相手 YouTuber 説ある。そう、育ってない大型2本で勝ってみ、トロフィー勝ってみたみたいな結構やってることはえぐいけどね。虹マイマイなんでいきますか。スキル発動率アップ、耐久値アップしてるマイマイがさらに召喚数1体増えるというわけですね。取り出がちょっと削りづらいかなーって感じ。バットは正直削るの大変だし、ヘッジホックも触られるとねすぐ怒発転しちゃうんで、取り出を削れなかったりするんですよね。なのでちょっと削るのに苦労しそうだなーって感じはしてます。さあ、ワンチャンス無理、はい、しゃーなし。さあ、もうこうマイマイで支援で出していきましょう。で、マーミーが出てきちゃってるんで、もうこれヘッジいきますか。はい、はい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 、ブルドラガールズ、はい、ブルドラガールズはサタンで持ってきたい。はい、全部まとめてやっちまいましょうよ。ほい、渦収録してブルガを処理して、ただシマリスのあれがあるのが非常にめんどくさい。ここはなんとかマイマイでやれないかと。持ち上げられるよね、そうだよね、かなりきついですね。はいはいはい、123、うん、あと一発かな。これでいきましょう。はい、台本いらなかったかもしれないね、もしかしたら。まあでも問題ないと思います。はい、そしたらバット置いて、正直ねバルガとか、まあ、一部のねやれるキャラは存在してるんですけど、おっと、これはグラグラ、あれグラグラ、大型しなきゃ止まる、あれ止まりやすくなったのって、あれ止まりづらくなったのって大型だけだっけ。さあ、バットバットバット回しましょう。はい、バット流していきましょう。ん？ポックル、
何体目だと思う。そしてまさかの、さあマイマイ出して、マイマイ出して、ダメージ欲しいよこれ。はい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 、ダメージ欲しいですよ。というわけでワンパーも入りましたね、ギリギリ。うん、さすがにやっぱフォアドラにマイマイはきついね、持ち上げられちゃうね。はい、それではね、3戦目やっていきますか。まさかのマイマイの虹って感じですけどね、本当に。いや、引くと思わなかった、あんま引くってか取ると思ってなかった正直。マイマイなんならリーダーで使うから、まあ、しばらく取らないかなって思ったんですけど、そう、マイマイで、マイマイリーダーでね、ソフリーゴをね、やるのをね、一時的にやめることにしたんで、結果的に取りました。虹自体は強いからね。はい、それではね、続きいきましょう。これが3戦目か。さあ、コラボ猫、おー、裏技一致団結レベル2。さあ、これは取れないかな。惜しいね。ここはね、マイマイでもいいんだけど、チビグリからいこうかな。うん、で、マイマイ。はい、さあ、ここはね、多分サボテンがやってくれると思うんです。今までいいですね。はい、はい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 、取って、ああ、いいコスト勝ちですね。これだいぶコスト勝ってますね。結構えぐいと思うこの状態。相手相当きついと思うよこれ。さあ、これビートルでカットしてほしい。それめんどくさいね。ここだな、チビグリ。ゴーレ。さあ、マイマイ。こいつだけちょっと嫌なんで、ビートで取りましょう。ちょっとあられちゃん届いちゃうかな、この一致団結に。嫌だな、届いたら。あー、届きますよね。そうですよね。さあ、一騎打ちして。あられをちまちまちわじわじわと削ってくれてますね。ただ強えな、レイドラが。このままじゃドローっすね。レイドラがちょっと強すぎるわ。もう1体いるから守られちゃうんだよな、レイドラに。うまいこと。はい、はい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 。ちょっと下目から答えいきましょう。うん、外で打ってくれたら引っ張れた。ちょっとだるいですね、これ。まあ、ゴレガでいきましょうか。はい。ポン。うん。まあ、ドローっすね。ただ、まだ、マイマイ3体も残ってやがるわ。ちょっと攻めらんなかったね、これは。足がいたら、また話変わったかもしれないけど。残念。はい、それではね、ラストやっていきましょう。ラスト、マイマイの虹引いて気持ちよく終わりましょう。まあ、なんか虹だから劇的に変わるかっていうとちょっとわからないんだけど、まあ、バサカの虹の方が強いかな、さすがに。前線張れると考えると。でもやっぱり1体増えるって偉大だから、あって後悔絶対しない、そんなバッチコないと思います。支援キャラ何優先枠にするって言われて、今パッと出てくるのって、まあ、まずブルーとチビグリリス、ここら辺が強いじゃないですか。まあ、この3枠で終わりでもいいんだけど、固定次第ではマイマイも欲しいっていう場合があると思うんですよね。まあ、低コストで出しやすく、なかなか安定したねパフォーマンスを発揮してくれますんで、マイマイさん欲しいね。はい、あられちゃん。さあ、マイマイ、ブルドラも行くか、こんだけでくれば。はい。さあ、なるほどね。そこで来る。サタン行こう。はい。
マイマイ、あでも闇玉で引っ張っちゃいましたね。あったら倒しましたね。十分強いな。マイマイまんべんなく切りまくったわ。はい、またマイマイ倒して、お、マイマイ切れないだ、切れないほど切った。これ以上マイマイ切れない。スパン OK。 さあ、あとはその上だね。上が欲しいねというわけですが、スパスパンスパスパン、おお呪い強いな、やっぱさすが。ただ砦は取れそうな雰囲気見てるけど、どうなん。はい、あられちゃんむちゃほーで特殊、素晴らしいというわけで完勝ですね。はい、マイマイ安定感あるな。結構雑に切ってもいいかもな。余んない方がいいぐらい、これぐらいパパパパって切ってるとコストめっちゃかってる気がしますね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。マイマイの虹バッチでございました。まあ、召喚数が1体増えるだけではあるんですけど、この1体増えるがでかいと。はい。強化されたマイマイが1体増える状態になりますんで、6体召喚できると。で、やっぱ丁寧にね、何かキャラ来たからポンって切るっていうよりは、もうなんか、ここ置いといていいんじゃないかなっていうぐらいのつもりで、まあ、まんべんなく置いといて、もうなんか、コストガチしといてもらうみたいな出し方でいいんじゃないかなと思います。まあ、砦削られ始めたから、マイマイ切って壁張ってってやるとコスト負けちゃうと思うから、あ、もうキャラ、ここ来るだろうから、マイマイ置いとこうぜっていう置き方の方が、スピード的にもペース的にも安定するのかなっていう使い方が、はい、思いました。というわけで皆さん、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったら、ぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。